皆さんこんにちは、国恭介です。作詞家国恭介の世界へようこそ。今日は今月リリックビデオが日本公開となりました吉野悦代さんについてお話しいたします。国恭介プロジェクト初登場、吉野悦代さんは大阪生まれ大阪育ち、歌好きのおじいちゃん子として小さい頃から歌に触れてきました。演歌好きの若者がおじいちゃんの影響でなんていう話はよく聞きますが、今若手として大活躍中の辰巳ゆうと君もその一人でしたよね。この世代の若者のおじいちゃんといえば昭和演歌のど真ん中、流行歌が盛んな時代を謳歌してきた人たちです。幼い頃に見て聞いて触れたものというのは憧れを大きくしてくれるもののようですね。これまでちびっこ歌まね大賞や素人名人会などのテレビ番組だったり、さまざまなオーディション番組に出演してきたそうです。一方ミュージカルにも憧れを持ち、ダンス、クラシックバレエなど経験し、習い事には多くの時間を費やしてきたということですね。そんな中で1985年、7歳から高校卒業までの12年間、芸人であり役者でもある大物、あの宮古町長さんとの出会いがあり、門下生として楽屋などで身の回りのお手伝いをしていたといいます。宮古町長さんといえば誰もがご存知、一世を風靡した芸人さんでした。吉野さんは18歳の時に通天閣歌謡劇場で歌手デビューし、ニックネームは通天閣の親指姫、本人は歌謡曲系を歌っていたというものの、どこか昭和を感じさせるフィリングも聞こえてきます。ただこの期間は好きな音楽の道へ進むというより、お芝居の関係に費やしてきた時間が多かったようですね。どの世界にいても修行は大事とするところですが、吉野さんの音楽はここからがスタート、国プロジェクトからの再スタートとなります。吉野さんは関西大阪エリアでの活動が中心となるようで、プロジェクトメンバーの作曲家福井康彦さんが後押しをして、通天閣グループでの音楽活動を様々に展開されています。2本のリリックビデオをご覧になっていただいた通り、吉野さんの声の質感は繊細で絹のようでとても魅力的です。そして抜けのいい高音の美しさも聴く人を引きつけます。その音色で歌う移り紅跡を聴くと、夜更けに帰ってきた彼の様子がいつもと違う、気づきながらどうしたのと聞きたい、いや聞くのが怖いと戸惑う女心が切なく伝わってきます。もう一つの楽曲でも会いたくてでは、失意の底にある男性を支えたいとの思いが儚く繊細でいじらしいほどの心の内が伝わってきます。今後ももっと多くの作品に挑戦し、吉野さんに飛躍してほしいと願っています。世の中にはきめ細かくたどっていけば出会いもチャンスもきっとあることでしょう。いつか花咲かせるためにも何をやれるか模索する大事な時です。邁進の一歩としてぜひこの2曲を大切に歌っていってもらえたらと思っています。
今日もご覧いただきありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。国恭介でした。終わりもきっとあるの。